はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2013年5月24日、はい、金曜日ですね、あの定例あの個別相談ということで、はい、大場先生、はい、毎週金曜日あの相談させてもらってます。はい、よろしくお願いします。で、今日の相談のテーマはこちら、はい、あの箱根パフォーマー天学の企画書、うんうん、でこれは、うん、中小企業庁の関東局の名義講演と補助金申請の、うんまあ、フォーマットにのっとって一応書いてました、うん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 、でその前に、うん、先週はあのこだわりプレゼンコンテストって言ってたじゃないですか、うん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 、それがなぜこれに変わったかっていうのから、うんうんうん、説明から、うん、3つの理由があります、うん、1つは先週の箱根コスプレフェスタで感じたこと、うん、で2つ目はこの中小企業庁の関東局電話、うんうん、最初中小企業庁電話して、うんうん、その後ここに電話して、うん、で商工会議所に電話した結果、うんうん、これはいいなと、うん、講演と前言ってたのと違うんですよ、うん、これ、うんうんうん、が2つ目、うん、で3つ目はその後どこを切り口にって最初プレゼンコンテスト考えてたんですけど、うんうん、その中でこの本を読んだところ、うんうんうん、実は箱根でやってることは相当社会的ニーズがある、うんうんうん、相当いい線いってるなと思ったんです、うんうんうん、でですね、これ3つですね、うんうん、でまず箱根コスプレフェスタの報告から言いますと、うん、参加者の半分以上が泊まりだったんですよ、うん、150人のうち150人参加のうち半分が泊まりだったっていうのはすごい大きくて、うんうんうん、っていうのはね、日帰りから泊まりにするっていうのは一番課題ですよね、うん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 、で一つ目、うん、それから今回動画とアンケートを取ったんですね、うん、書いてあるアンケートだとこういう感じで、うんうん、あと動画でも取りまして、うんうん、どういう感じかっていうのを、うん、あのアンケートを取りました、うんうん、でその中で、いろいろあの書いていただいてるんですけど、うん、基本的に箱根のロケーションは最高だと、うん、でそれは私たち小田原に長く箱根のすぐ近くに住んでても全然気づいてなかったところを実際に歩いて撮影スポットという目で見るわけなんで、そういうあのいろんないいシーンもあるし、あと学校も今回使いましたんで学園もののロケーションとしてもいいし、あのこう戦国ものみたいなのでも河原とかも合うし神社もあるしもう最高だと。ただ不満で多かったのが、前回その今まで不満なかったんですけど、うん、今回不満がちょっと結構ありまして、うんうん、それ相反するものなんですけど、うんうんうん、この位置の、旧戦国あの旧湯本中学から天泉園までの相当広い範囲なんですよ、うん、あの湯本駅があって、うんうんうん、それの一番端だったんですよね今回、うんうん、前は真ん中の物産館をお借りしたんですけど、うんうんうん、100人超えるとそこじゃ入らないので、うん、今回こっちでやったんですね、うんうんうん、であとまああの体育館のニーズがすごい高かったんで、うんうん、いっぺんに最初は両方とも使うって言ってたんですけど、うん、こっちは一体当日の判断で使わないでこっちだけ使ったんですね、うん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 、そしたら駅からこう坂道でグッと上がるんですね、まあ、その遠いっていう不満とあと分かりにくいと、その不満がすごい多かったですね、うんうんうん、でまあですけど全体的にはすごいあの満足度が高い。駅からどんくらいあるんですか歩いたら。あ、駅から15分。15分も歩くんだ。でも15分でもね、うん、3分の2はいい河原の道沿いだから、うんうんうん、そんな遠くは感じないんですよ、うんうんうん、ただ最後グッて上がるところ、うんうんうん、こう重たいあの、うん、カートを引っ張って、うんうんうん、それとあとちょっと分かりにくい、ちょっと迷ったりするとね、遠く感じるじゃないですか、うんうんうん、それとともにその一番端だから、うん、動くのね、うん、まあ、そういう不満はあったんですけど、うんうん、でもねすごいいいなと思ったのは、うん、この前第2回の時湯本物産館でやった時は5時までだったんですよ、うん、で今回10時までやったんですよ、うん、まあ実質片付けも含めて9時ですけど、うんうん、5時と9時じゃ全然違うんですよね、うんうん、でまして日帰りで5時と、うん、だって4時間とか3時間かけてくるんですからね片道、うんうんうん、で往復ね6時間とか8時間ですよ、うんうんうん、で実質5、6時間しかないんですよね、うんうんうん、日帰りだと。それだったのが今回あの1日の時間が倍で、うん、しかも土日連続でやったんで、うんうんうん、泊まりの人もすごい増えて、うんうん、それはすごい良かったなと思いましたね、うんうん、それとともに、うん、すごい手応えを感じたんです、うんうん、自分としては、うんうん、それとともに、うん、
今回あの コスプレ級の鈴木さんがね、うん、もうすごい一生懸命やるんですよ、うん、あのもうそれに感動しちゃって、うん、っていうのは、ね、遠いとか、うん、自販機がないとか文句言う人もいるから、なんか、取り返そうと思って、うんうん、もう夜の9時とか10時までやったスタッフを小田原駅まで送ってったり、うんうんうん、雨降ってきたらもう迎えに、うんうん、神社まで傘を届けたり、うんうん、もうね、あの感動しましたね、うんうん、だけどそれとともに、うん、で最後の片付けたもう僕も日中はあの店もやりながらだから行ったり来たりしながらだけど、うん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 、ずっとはいられなかったんですけど、うんうん、でも夜大体お店終わった後行って大体10時までいたんですね、うんうん、でその中でやっぱりこれ次回の9月に向けて、うん、こう街のイベント化っていうかね商工会議所三軒祭りと一緒にやると、うんうんうん、でより遠くから来たりする中で、うんうん、やっぱ事業化しないとダメだなと思ったんですね、うんうん、もし鈴木さんが病気で寝込んだとか、うんうん、誰か、うん、そんな遠くから来たら大クレームになっちゃいますよね、うんうん、でちゃんとお金 の周りとかが良ければ、うん、あの最後の片付けは便利屋さんに頼むとか、うんうん、そういうふうに分担できるわけですね、うんうん、で考えたんですよ、うん、それがこ の, あのきっかけですね、うん、で、あの関東局の名義公演、うん、名義公演これの前段の、こだわりコンテンツとの話で、うん、電話してみたんですよ、うんうん、すごい食いつきがいいんですよ、うん、いいですねってこと、うん、それで、うん基本的に名義公演も取りそうだったけど、うん、で企画書書いてたらなんか補助金ってこの前話したのとは違うのがあって、うんうんうん、あそれも出そうって思って、うん、でこの名義公演のいいところっていうのは、うん、すごい魅力を感じたのは、うんこの関東の商工会議所とか商工会をまとめてるところなんで、うん、そこへの他の地域の商工会とか商工会議所ここで名義公演いただければ、うん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 、アンケートも取れるし、うん、でこちらそのお客さんでもあるんですよ これ、うん、この後でお話しますけど、うん、このプロあのプログラムを作った後のお客さんでもあるので、うん、すごいいいなと思ってね、うん、あともう一つは、うん、これがすごいいいと思ってソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスって説明するの大変じゃないですか、うんうんうん、なんか非営利の方からやってるの人から見ると金儲けだって言われる、うんうんうん、で営利事業やってる人から見れば遊んでるみたいだとかね、うんうん、その説明が難しいし、うん、こういろいろいつも感じたんですけど、うんうん、ここ10年前からそういう啓蒙をやってきたところなんです、うん、いやこれはいいなと思って、うん、一旦メイン公演で、うん、でもう一つよく調べてたらこの地域力活力市場獲得支援事業の新商品と新サービスの開発っていうのが6月の7日締め切りであるんですよ、うんうんうん、で事業全体の3分の2、うんうんうん、最大で300万、うん商工会連合会そう、うん、があの窓口 で、うんうんうん、でこれはあの中小企業の、うん、が行う市場にニーズにマッチした新サービスを開発するために、うんうんうん、そのここで言えば小田原箱根商工会議所と連携してやるっていうのがすごいいいなと思って、うんうん、あそれでこれ出そうと思ってたんですね、うん、でこれ一応書いてきたんですけど、うん、でさらにもう一つのこの箱根のやってることが、うんうんでやってることが、うん、すごい社会ニーズにマッチしてることだと思ったのは、うんうんうん、この今のこの新しい観光のモデルが、うん、従来型のパックツアーとか、うん、そういうのじゃなくなってきたから、うん、なかなか行政既存の観光の組織ではなかなか対応できなくなってきて、うんうんうん、どっちかというとコミュニティビジネスとかソーシャルビジネスの、うん、いろんなものがをコラボする能力が、うん問われてるらしいんですよ、うん、それもいろいろあの別府の音泊の例とかに書いてあって、うんうんうん、で、まあ、一番分かりやすいのはハッチ型旅行会社がパックして、うん、で、パックツアーとかしてハッチ型で行こうよっていう、うん、どこどこに、うん、じゃなくてそこに魅力のある場を作っておいでよと、うんうんうん、でそれは旅行会社がやるんじゃなくて地域ぐるみでやる、うんうんうん、ことが求められている時代なんです、うんうん、でもここはなかなか難しくて、うんうん、なかなか成功例がな、うん、中でもいろいろ書いてあるんですけど、うんうん、あともう一つはクラブツーリズムって、うんうんうん、あそこがその同じ趣味を持つ人をメンバーと組織して、うんうんうん、テーマ性を持った旅行、うんうんまあ、こういうのとか書いてあって、うんうん、これはすごいやっぱこの線いい線だなっていうのとともに、うん、箱根の例も書いてあったんですよ、うん2010年に仙石原で中学でやったエヴァンゲリオンのイベントのこと、うん、それも新たな顧客の創造ってことで書いてあったんですね、うんうん、こういう中であと達成したい成果、うん、
新規のお客さん、新しいお客さんを増やす、うん、でさリピートしてもらうように促す、うん、で滞在時間を長くする、うん、で商品単価を増やす、うん、これ全部コンパクトですけどやったんですよね、うんうん、これってそう例えばこのエヴァのイベントで集まっても、うん、日帰りでみんな帰っちゃうわけですね、うんうん、だけど2日間その十何時間のイベントを2日間続けたことで、うん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 コンパクトであるけどこれ やったわけですよ、うん、でこれをもっと広げていけるなと思って、うんうん、いうことでこれを書いたんですよ、うん